ルチアーノ・ザウリは、イタリア・ペシーナ出身の元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは DF で、ラツオではキャプテンを務めていた。アタランタ BC の下部組織出身。AC ・キエーボ・ベローナへのレンタルを経て、アタランタが、セリエ B に降格した2003年に、SS ・ラツオへ入団した。2007年冬にマッシモ・オットが、AC ・ミランへ移籍してからは、 彼に代わって、首相を務めた。しかし、故障もあって、出場機会は減少した。ステファン・リヒト・シュタイナーが加入したため、2008年7月17日に、アッコフ・フィオレンティーナへ、レンタル移籍。しかし、移籍後も、出場機会には、恵まれずシーズン終了後に復帰した。2009年7月10日には、UC サンプドリアへ、レンタル移籍すると、 マルス・スタンケビチュスに代わって、右サイドバックのポジションを確保。クラブは、リーグ4位に躍進し、来季の UEFA チャンピオンズリーグ出場権を獲得した。次シーズンも引き続きレギュラーを務めたが、クラブは前半の好調から一転。ジャンパオロ・パッチィーニが対談した後半は、得点力不足に悩まされ、結局リーグ18位で、セリエ B に降格した。 シーズン終了後にラツヨへ戻る。しかし、復帰後は、リヒト・シュタイナーに代わって新たに加入したアブ・ドゥレー・コンコの控えに止まり、出場機会はほとんど得られなかった。2013年1月31日、レンタル期間も含め10年半在籍したラツヨを離れてデリフィーノ・ペスカーラ1936へ完全移籍した。 イタリア代表では2001年9月5日のモロッコ戦で代表デビューを飾った。2013から14シーズン限りで現役を引退し、ペスカーラのベルレッティの監督に就任。2015から16シーズンよりトップチームのテクニカルコーチに昇格した。2017年2月14日にマッシモ、夫監督が解任されると暫定的にチームを率いることとなった。 同年11月21日に、夫が、ウディネーゼカルチョの指揮官に就任することに伴い、アシスタントコーチを務めることとなった。4月にウディネーゼカルチョを去ると、2018から19、シーズンよりペスカーラに復帰し、プリマベーラの指揮を取る。ありがとうございます。